エディオンエディオンウエスト緑電化緑、大津店緑、電殿済み大津店緑中間東大阪店、株式会社緑電化は、かつて存在した近畿地方を営業基盤とする日本の家電量販店チェーン。エディオンの完全子会社だった。2009年10月1日にデオデオと合併して、エディオン、ウエストとなって、以降は、同社運営の店舗ブランドとして存続していたが、 直営店舗については2012年10月1日に、フランチャイズ店舗は2013年4月に、順次、エディオンに統一され、緑の野豪は消滅した。なお、山形県庄内地方において、山陽電気特約店の小規模電気店を、緑電化チェーンのブランドで展開している株式、会社緑電化チェーン本部とは、無関係。 創業は1959年4月で、本社は兵庫県天ヶ崎市の天ヶ崎駅南側の JR 天ヶ崎駅店が入居しているビルにあった。創業当時は阪急電鉄塚口駅南側にあった空き店舗を借りて営業を開始した。緑の社名の由来は借りた空き店舗に、 緑洋装店という看板がそのまま掲げられており、創業者の安保線がその看板を見て、緑より下の部分だけを塗り替えれば費用が浮くじゃないか、緑をそのまま使おうと思いついたのがきっかけ。その後はカタカナになり、1960年代頃までは緑電化社と表記していた。かつての緑電化の最大の特徴として、2004年4月1日に、 消費税総額表示が義務付けられる以前から、ポッキリ価格として、税込み価格で表示していたことがある。これも創業者の安保のアイデアであり、お客様が計算しやすいようにという配慮でもあった。また、それ以外の特徴として、持ち込み修理の定額制、家具や食器など、インテリア商品の販売などがあった。ただ、晩年では、インテリア類の販売は、減少傾向にあり、 特に晩年の新規店舗では、家具系を一切扱わない店もあった。2010年には大部分の店舗において、家具売り場を直営からナフコに、テナントとして貸し出すこととなった。その代わり、エーデンデオデオと共通の、ネバーランドの名称で、玩具、ゲーム DVD などのエンターテインメント商品の、販売に注力し、一部の店舗では CD、CDDVD のレンタル事業も行っていた。 かつては、エバーグリーンという名称で、ホームセンター事業も展開していたが、2000年頃に、事業改編等で廃止された。2005年11月に開店した、中間東大阪店では、カインズホーム東大阪店。2006年4月に開店した、豊中本店では、トイザラス系列の、ベビー用品ベビーザラスと夜中店と同居し、他にも、 天馬橋店等の多数の店舗がテナントとして出店していた。ヨドバシカメラなど関東系家電量販店が関西に進出して以降、関西資本の家電量販店が相次いで倒産していく中で、関西資本の家電量販店として、上、新電気同様に単独で生き残ってきたものの、社の方針として、非上場を貫いたため資金調達に困難を極めるようになり、 最終的に上場企業であるエディオンとの事業統合を決定した。2005年4月1日、株式交換により、エディオンの完全子会社となった。エディオンとの経営統合により、愛知の7店舗と岐阜の2店舗、三重の2店舗は、エイデンの店舗に改装された。また、エディオンの関東進出方針により、一時は、凍結していた関東地区での出店も再開。 2007年にロックシティモリアショッピングセンターに出店した。しかし、同年11月、エディオンが関東本格進出の足掛かりとして子会社、株式会社東京エディオンを設立。関東地区での出店はすべて東京エディオンによるエディオンブランドでの出店となり、関東地区の既存店も順次東京エディオンに移管され、店舗ブランドもエディオンに順次変更された。 さらに企業としての東京エディオン、石丸電機がエイデンに合併されたことを受けての方針転換で店舗ブランドを石丸電機に再変更している。以前は CM 曲に聖者の更新の替え歌や別のオリジナル曲が使われた。また当時では店内用 b d m としてザードのマイフレンドがよく流されていた。後にイメージキャラクター、緑ちゃんの登場により、 やってみますの歌というオリジナル曲に変更され、関東地区ではこれを使った CM こそ放送されていなかったが、店舗のテレビで流していることはあった。緑殿下としての晩年は、エディオングループ共通で、エディ店長が起用されたため、前述のオリジナル曲も使われなかった。創業者のアンポセンは、 後に緑電化創業の地である天ヶ崎への恩返しとして天ヶ崎上天資格の復元プロジェクトに役立ててもらおうと資材10億円以上を寄付する協定を天ヶ崎市と2015年11月に結んだフランチャイズ店舗のレイエディオングループ内の店舗ブランドの地域別住み分けにより店舗は近畿地方のみとなっているブランド統一前のエディオン直営店の中で 緑ブランドを名乗る店舗は87店舗存在した。直営店のエディオン統一後はフランチャイズ店のみとなり55店舗ほどを展開していた。ボタン電池を含む各種乾電池、充電池類及びインクカートリッジの回収を店舗にいて行っていた。JR 天ヶ崎駅店で 残業代の不払いがあったとして2007年11月5日に、天が崎労働基準監督署から、労働基準法違反で、是正勧告を受け、全店舗での実態を報告するよう指示されていたが、12月21日従業員に、対する不払いの残業代が2年間累計で、計37億円に上ることが緑殿下の発表により、明らかとなった。 不払いがあったのは退職者を含めて、計3382人であるが、これは、賃金の請求権が発生する2005年10月までの、推定値としている。なお、不払い問題発覚までは、月の残業時間が120から130時間と、過労死ラインと呼ばれる80時間をはるかに超える、極めて過酷な労働環境にあったことも同時に、各種報道より明らかとなった。 もともと同社では管理職は年休がわずか50日程度という異常な勤務体制がまかり通っておりキャンペーンや研修などの名目で無給での休日出勤が強要されたりタイムカードを機械で打刻せず鉛筆で記入させて勤怠情報を改ざんして消化勤務分の賃金を抹消することも状態化していたこれを受けて緑電化は 管理職制度の見直しを行うとともに、北に正彦社長、梅原正幸、取締役ら役員4名が、隕石辞任、エディオン社長の久保正隆が緑殿下会長を、兼務した。ありがとうございます。